はい、皆さんごきげんよう、大島です。今日は鉛筆じゃないあるあるなんですけどね、はい、何でしょう。今日は矯正相談に来られた患者様に歪小視の方がいて、もともと歪小視っていうことに自分が知らないで、歪小視って何ですかっていうのと、あとその矯正した後にそこの部分は足した方がいいですよって言われたんですけども、どういうことですかっていうご質問がありまして。なるほど、はい、どうぞお飲みになって、あのペチーノそれ何ペチーノですか。バナナです。バナナペチーノ。バナナペチーノってどう。バナナペチーノ。バナナペチーノ。バナナ好きね、はい、それを飲みながらね、はい、お願いします。今日の内容を最後まで見ていただくと、歪小視、ね、歯がちっちゃい時にどうするのっていうのが分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずね、あまり見たことない言葉よね、これ歪小視って言うんですよ。ちっちゃい歯、ね、それでよくガタガタな方で前歯がね、このちっちゃい歯が後ろに入ってる時あるんだよ。こんな感じで上から見ると、だから後ろに入っちゃってるからちっちゃいのを知らなかったみたいなね。だけどもし並べた時にここの幅がねちっちゃい状態で仕上がっちゃったり、場合によってはなんかすごいこう味噌っぱって言葉知ってる、聞いたことある。知らない。お味噌って言葉知ってる。なんか子供で鬼ごっこしたりした時にお味噌ねみたいな。知らない。あら、まあ昔なのかな、なんかあの特別ルールでいいよみたいな。おちびちゃんはだおちびちゃんって意味なの、お味噌っていうのは。そのお味噌、ちっちゃい歯ってことで味噌っぱみたいなね。この人の歯をね、きれいに並べたとしてもちっちゃいから、なんかきれいに仕上がらないよねって思っちゃうわけ。なのでこの歯をね、理想的な歯の幅にするんですよ。理想的な幅にすると、幅と形、はい、ね、形と幅で、そうするとどうなるかっていうと、これがこれぐらいになるわけね。わかります。これがこれぐらいに、そうすると犬歯がこれがこうなるわけよ。こういうふうに。なのでこのちっちゃい歪小視のまま歯を並べると見た目もちょっと良くないっていうのもあるんだけど、ポイントはね、この犬歯のこの位置がここで上の犬歯と下の犬歯噛んでほしいわけ、本当はね。だけど小さい歯のせいで幅が狭いから犬歯が全部手前にこう来ちゃうわけ。そうすると奥の歯の噛み合わせが作れなくなっちゃう。なので見た目の問題ね、見た目の問題もあるんですけど、患者さんからすると見た目の問題だけの気がするんだけど、僕たちからすると機能の問題と噛み合わせの問題でしょ。それとあとね、長期保存、長持ちしないっていうね、奥の歯がの問題から、犬歯を正しい位置に持ってってあげたいわけ。そうするともし足さないとするとね、こんななっちゃうのよ。歯がこうあるじゃん、 前の歯が、はい、で犬歯を正しい位置にするとするんじゃない、こうやって犬歯を正しい位置にしたらこんななっちゃうのか、こういうふうになっちゃう。変じゃない。だけど犬歯は下の歯の犬歯とはしっかり噛んでるわけ、こうやって。だここが生かされるわけね。だここの細いのが問題なだけなわけ。でこれをかぶせ物してあげるといいよねと。そうすると犬歯も正しい位置だし長持ちするし、あと見た目も、つまりこれを正しい状態にしてあげれば解決するものをそのままにしておくと問題がそのまま残っちゃうっていうね。なので歪小視の患者さんは矯正治療プラス補鉄治療、かぶせ物の治療をしてあげるのが大事で、かぶせ物っていうとなんか怖いイメージない？なんかすごい削って神経抜いちゃってああみたいな。そうじゃなくてね、今はね本当にほとんど削らないで神経もそのまま残して、表面だけ薄くきれいに整えて歯型取ってパチッとかぶせるセラミックとか、あとラミネートベニヤっていうのがあるんで、あのすごく安全に修復治療、補鉄治療ができるんで、まあ歪小視をお持ちの患者さんは矯正治療プラスこの補鉄治療をしてあげるとバッチリと、まあ、こんな感じなんですね。ここまで何か質問とか気になることとか、あと患者様からよくいただくわからないこととかありますか。前歯を入れたら割れたりとかしますか。うんうん、いや割れません。なぜかというと側切歯ってあんまりね力が加わらないところなんで、犬歯はすごい力が加わるけどね。あと、まあ、ずっと持つのかというとね、なかなかその人工物だからね、そのずっとっていうのはなかなか言いづらいんだけど、上手い先生だと長持ちしますよね。だからいい先生にうちは紹介してるんですけど、もう10年20年、場合によっては30年持つとかね、そういうのもあるんで、
特にそのすぐにどんどんバレちゃうものではありませんから安心してください、ね、今日の内容が面白いと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとこちらの概要欄の方にはオンラインサロンのリンクがあっております。オンラインサロンはインビザナイアラインガン教室で最新の形状記憶のマウスピース勉強されたい方がお集まりいただいているスタディグループです。先生方のね、分からないご質問にも僕は毎日お答えしてますのでぜひそちらの方もチェックしてみてください。あとオンラインサロンではね、この Y 少子の治療をどういうふうにするのかと実際の画像をお見せしながらご説明しますのでそちらの方もぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。またねー。